アジメと一緒にモノマネ覚えちゃおう、アコールマーリ先生。さあ、ということでございました。アシベのマネチャンネルでーす。どうもー。どういうことで、これもう始まってんですからね、それはもう、それ、いや、ほんとね、毎回このオープニングの、このフリートーク、一番課題とされてるんですけども、最近僕ね、毎週日曜日、朝9時からか、あの、仮面ライダーをめちゃくちゃ見るようになったんですよ。あのリバイスっていう悪魔のね、銅の仮面ライダーなんですけど、今回はですね、もうモノマネ王座決定戦、それからモノマネ紅白歌合戦でももうよく出られている、もう僕もすごいっていつも思ってるこちらの先生でございます、鈴木舞先生です。どうぞ。失礼します。どうもです。よろしくお願いいたします。動物占いは象、鈴木真由です。涙かふればきっと消えてしまう。撮影の時って基本ベースこのカメラ2個でやってるんですけど、はい、なんか今日眩しいんですよ、すごい眩しいんですけど、眩しい、これはなんか鈴木舞さんがご用意したということで、あ、私が眩しいとかっていうことではなくて、はいはいはい、違くた、はい、違くて来ない、はい、来ない、これいやもう飛ばさして飛ばさすいろいろもう出てくるの、穴がもう出てくるの、本当にだからこれは自前でちょっとナイトを、はい、家からおっちらはちらはちらはちら電車の中で何この人なんか邪魔だなって顔されないからおっちらはちらはちらすいませんっつってやりましたよ。今日は初めてですよ、ライトがつくの珍しいですよ泣いたのは僕で寝た弱さを見せないことがさ。さあ、まず僕はちょっと生徒に今回ちょっと慣れないので、はい、特別生徒をご用意しておりますので、はい、ちょっと今から登場しますので、はい、よろしくお願いします。今日の特別生徒こちらです。長澤まさみです失礼しました。体にピース、ガルピス、どっからどう見ても長澤まさみです。マリ先生、これは何点ですか？すごいですか？1億満点ですね。1億満点、ありがとうございます。1億満点いただきましたよはい、じゃあ今日ちょっと自己紹介を、はい、あの子、どの子、元気の子、きのこちゃんです。よろしくお願いします。きのこちゃんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ね、めっちゃ笑ってますよめっちゃ笑ってますよ、先生。抜いてもらったところ、あ、もうじゃあやるかな、はい、そうですね、
前かがみになってもらって、そうですね、どこ見てんのかなぐらいのこう感じで、はい、ふわー。先生なんで、今でしょではない。今でしょではない。今でしょはしてないです。はい。これ頭サビから始まるんで。そうですね。はい。やっぱ最初のパンチが大事かなと思うんで。はい。泣いたのは泣いたのは。強弱みたいな強弱はいが「泣いた」でこの「ノワ」でちょっと歩抜いていくみたいな「泣いてんな」ってこの強弱みたいな、はい、そうですね。これも「僕だった」へえこういうなんか「ファファファ」と「どんどん」ファ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 があるんですか。そうですね、なんかこことここのパンチのところと抜いていくところの強弱と、なんかシャミカさんは特になんかメリハリがついてる。メリとハリですね。メリとハリがついてると。なんか勝手に人物出てきましたけど、メリとハリがついてる。メリとハリか、あ、なるほど。泣いてんのは僕だった、みたいな。どこまでいます。この一行はここになんか全てのなんかパワーをなんかたもう込めるみたいな、思い込めるみたいな、ここら辺は普通にスラーッと言って、そうに全てを込めるんですけど、なんか僕があなた弱さを見せないことがさ、あ、心がね、はい、ギュブッテ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 ッ、そうっていうなんかここに力を持っていくと。ああ、なるほど。じゃあちょっとここまで一旦ちょっと行ってみます。え、あ、もう早速。もう早速。あの、そうですよ、もう教わったことはもうすぐやらなきゃいけない。置くみたいな、置きに行くって感じですね。あ、キリカー
ってこう置く感じ。なるほど、こう落ちていく感じです、ね、置いていく感じで、はい、言いたいだからな、これはそのまんまファーって言ってもらって、ここはビブラートですね。ビブラート。ビブラート。ビブ。ビブって書いてますね。ビブ。ビブ。ビブどうですか？ビブラート難しいです。いやでもやっぱ綺麗にできて綺麗にかかってたんで。はい。はい、あとそのかけ方の問題かなみたいな。かけ方の。かけ方。はい。そうですね。もう言っていたからだよ。で、一回あの息をパッと吸ってもらって、ビブが続くように。ビブビブラートが続くように。ビブラートが続くように。ビブラートが続くように。すごい。って入れるってことですよ。あ、なるほど。ここで息を、はい、って入れて。ブレスですね。はい。はい、リブに備えるってことですよね。なるほど、なるほど。すごい思い言いたいことを言ってくれる。いや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 、先生、いやいや、先生、先生の、先生、そうです、先生笑っちゃうから、いいところ。ちゃんとね、言わないと、ほら、みんな分からなくなっちゃうから。そうですね。ガチガチしちゃうから。あ、そうそう。ガチガチしちゃうから。ノリさん、ノリさん。あの、ビブラートって、なんかすごい喉が動いてたんですけど、動かしたらいいんですよ。どうやってやってるんですか？面白い。僕らあのビブラートも確かに難しいですよ、はい、このビブラートのこの仕組みというのがあんまり分かってないので、はい、私も先生先生私もはいねなんか、はい、ビブラートって顎でかける人とベロでかける人と喉でかける人となんかいろんな人がいるんですよね。あ、そうなんですね。なんかで、もう大げさに言うとこの口のラララの動きでかける人もいて、はい、だから演歌の方とかはなんかちょっとねこう結構動いてる。あ、顎という、はいはいはい。J-POP の人とかはここでかける人多くて、中島さんの場合は多分喉を叩く、喉を震わせる。そうですね。あいびにねねこぐのかなべくろねね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 、どういうことこれ？分からないです。これがまずなんかできないです。あ、そうですね。これじゃあちょっとやってみましょうか。泣いたのは僕だった、弱さを見せないことがさ、強いわけじゃないって君は言っていたからだよ。だんだん気持ち大きめにしていったらいい、ね、上がっていく感じ、はい、はい、すごいあのバウンドが鳴ってます。これなんか新しい歌手の方が生まれた。見つめ